まあ、おじいちゃんが退職して、でみかん作りを始めたんですけども、小さい頃から夏休みとか冬休みに大島に来て、すごい楽しい思い出がいっぱいあったところで、まあ、毎年春にこう剪定をしたりとか伐採をするところを見せてもらって、それをまあ燃やすしかないというか捨ててしまうっていうのを聞いて、そのみかんの木を使って、まあ、自分の木工の仕事を生かした何かできるんじゃないかっていうので、